バイエルンスタジアムよりお届けしています。フットボールを愛し倒している皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。コナミスペシャルマッチ、日本対スロベニアの試合をお送りいたします。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。まもなく選手がピッチに登場します。中西さん、本日の試合どのようにご覧になりますか。まあ、両チームともタレントが揃っているので、非常に激しい試合が予想されますよ。青いユニフォームをまとった選手たちが入場します。伊藤、今日は絶好調ですね。今日の注目選手です。今、試合前の記念撮影が行われています。画面ではこの試合の予想フォーメーションを表示しています。キックオフで試合が始まります。サポーターの期待に応えるプレーを見せてほしいですね。今日の試合、日本おなじみのフォーメーションです。スロベニア 3-5-2 のフォーメーションです。ハイボール、よくしのいだ。西澤、左へパスを通します。ボールは中央へ、右サイドに送ります。ノラ、前に、しかしカット、ピッとここで右へ。プレイオンです。ザオリッチ、伊藤、クリアヘッド、チェック、縦へのパス、強烈なスライディングタックル、奪い返す。危ない、守って。日本よくディフェンスをします。パウリ、ゴムの攻撃、うわ、抜かれた。セーブ、カーレッジ、森島、ペースを作ります。じっくりとパス回し、センターに落とします。おっと、今のはファウルに見えましたが、どうでしょうか。ハト、前方へ。森島、じりじりし前、ハト、どう展開するのか。いい展開だ。左、スペースへパスを出す、タックル、日本ボールになります。裏をつきます。チャンスです。入れさせません。森島、スペースへパスを出した。ここにパス、中に3枚、ピッチの外にボールが出ました。前、さっきと同じようなボール、まだ残ってます。10分過ぎました。左へパスを通します。バックパス、下げます。日本ゆっくり回します。ハト、コントロールしています。日本ボールになります。つながればチャンス。おお、低いボールです。ヘッドでクリア、右、打った、弾いた。西澤、グラウンダー、前方にクリア。ウロニッチ、相手の出方をうかがう、縦に出します。ボールの場所にチェックが、日本自由にさせません。これはいけない。長いキック、止めた。宮本、ハト、前に送って、前半15分、
パウリン、パス、ブグマリッチ、激しいタックル、スローインです。もう一回スローインです。パスが通ればチャンス。おお、ファーポストへヘディング。ちょっとイージーすぎたか。服部、中田、おっと前方にはたいた。西澤、つないでいきたいところ。倒された。さあ絶好のチャンス、あと直接狙った。これは入ったか。いやー、サイドネットでした。中田英寿、先制ゴールならず。ブグマリッチ、カット、ミルロビッチ、前、奥、日本、日本、ワンツー、呼吸もぴったりです。ファーポストヘッドで押し返す。20分経過しました。ザオリッチ、あっとこれは寄せないと。左へパスを通します。縦に出しが、しかしカットされた。激しい奪い合い、ハト、一本、じっくりとパス回し、前、前、森島、縦に、おっとすくい上げた。これが通った。これは危険なタックル。よし、ゴールを狙える位置です。キーダー、シュートはクロスバーの上を通過。惜しい。ヘッドで日本、スペースは与えません。日本、前を抜かせません。左へ、あっと前に出した。ここでカット、オフサイドには。パスコースを完璧に消してましたね。ヘッド前に送って、前半25分、再び取り返す。いいカバーリングです。森島、宮本、ボールは中央、森岡、前方にフィード。もったいない。ロビング、ちょっと精度が悪い。ダナッチ、おっと右サイドへ送った。日本、自由にさせませんと。ここで前方、ザオリッチ、前、お、左サイドに送った。ガッとハイボール、よく、こらえて。西澤、ザオリッチ、小さく蹴ります。おっと前に送った。日本ボールになります。曽我畑、前にボールを送る。前半30分過ぎました。頭でつなげ、おっとここでロングボール、オスワルです。クリア、ヘッド、チェキ、前、ボールをスライディング、激しい奪い合い、守りきった。ノラク、左へパスを通します。止めた。中山、前に送って、西澤、持って上がる。ブグマリッチ、左へパスを通します。右へ回す。
大きくクリア。オスワルツ、奥、森岡、前方へ。前半35分を過ぎに過ぎました。中田英寿どうするのか。激しい奪い合い。日本スペースを与えません。前、ザオリッチ、カット、中山、チェキ、相手のと、ここで右へ、よくしのいだ西澤、タックル、ゆっくり回します。伊藤がしかしインターセプト、強烈なスライディングタックル、取り返した。せっかくカットしたのにまた取られてはいけませんね。スライディングクリア。選手の交代が行われています。奥、彼に代わって稲本。今日の出来は今一つでした。確かに今日は味方と噛み合ってないプレーが多かったですね。前半終了まであと5分。パウリン、センターに戻します。チェキ、前に送って、おっとプレスをかけない、前に送った、あー寄せが足りない。日本前を向かせません。ここで右へ、はい、クリア。パウリン左へパスを通します。ハト、スローイン、もう一度右へ、前方へ、素早くプレスをかけます。これは笛です。大きなボール、森岡寄せないと危ない。ハト、前、前、中田英寿、ロスタイムに突入しました。チェキ、縦に出します。右サイドに送ります。がしかしファウルはない。西、おっと前半終了の笛です。ここまでの途中経過をお伝えします。得点は0対0。ここまで両チームとも無得点です。さて中西さん、はい、日本ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、ありがとうございます。それではこの後も試合をご覧ください。後半戦キックオフ、先に試合を動かすのは一体どちらでしょうか。副審がファールを取りました。キック、しかしカット、森岡、スロベニアボールになります。日本ボールを、おっと右に出した、右抜かれた、激しい奪い、守りきった、ヘッド、チェキ、ブグマリッチ、前へ、ここからスローイン、宮本、前に送って右へ回す、ブロニッチ、ボールは中央、ああしかしカット、よくしのいだ、ヘッド、スライディング、ショートパス。後半5分経過、激しい奪い合い、カーレッジ、ミルロビッチ、前にボールを送る、ヘッド、右へ、
ケアしないと。服部前方へ。日本ゆっくりとボールを回します。スペースへパスを出した。来た。ラストタッチは服部。前方にクリア。オスワルツ。伊藤前へ。おっとこれを前へ。チャンスですね。日本じっくりとパス回し。パッと前方へ。届くか。ミルロビッチ。ノラク。オスワルツ。日本どう展開するのか。前へ。食べます。素晴らしい。いいボール。入れさせません。パス。カーレッジ縦に出します。後半10分が経過しました。センターに戻します。左へパスを通します。日本ゆっくり回します。後ろに下げます。ハト前に出す。スロベニアボールになります。右チェキ前方へ。ゆっくりとボールを回します。はい、クリア。中山パウリン大きくクリア。ザオリッチウロニッチ。ちょっとこれは強引だったか。ロングキック止めた。強烈なスライディングタックル。奪い返す。あっとハイボール。ヘッドでクリア。後半15分。チャンスですね。右サイドに送ります。じっくりとパス回し。激しい奪い合い。ブグマリここでインターセプト。さあ、お、縦へのパス。これが通れば面白い。おお。右からのセンタリング。ウロニッチオスワルツ中田英寿。激しい奪い合い。足がかかりました。ここで選手交代があります。日本柳沢ここで投入されます。西澤ここでおっと打ってきた。確かに今日は味方と噛み合ってないプレーが多かったですね。柳沢どうするのか。ブグマリッチ縦に出します。前に送って。後半20分経過。オスワルツウロニッチ。おお。ノラク前方へと。ここで右へ。よく止めた。ヘッド前へ。ザオリッチ前へ。うわ流れ止めた。ハト縦に出します。稲本日本どう展開するのか。前に送って前方へ。ボールは中央。中田秀これはつながりません。オスワルツ森岡日本よくディフェンスをします。ザオリッチオスワルツ森岡これは通らない。足元に入ってしまいましたね。オフサイドにはならない。ウロニッチハト守りきった。後半25分経過。パウリン流します。予選ここで奪ってセンターに戻します。曽我畑前へ。もったいない。
日本自由にさせません。おっと右に出した、抜かれた、ボールが流れます。ここで選手の交代です。伊藤、彼に代わって戸田。ヘッドで、ヘッドでつないで、カーレッジ、ファールを取られたようです。しかもイエローカードが出ました。今日は彼のマークが厳しいですね。長いキック、ここでカット、ハト、危ない、おっとスペースを突かれた、ヘッドで押し返す。森島、前へ、中山、前へ、ブグマリッチ、前方にクリア。日本集中力が全く途切れません。ちょっと精度が悪い。右へ、森島、ここがしかしインターセプト、小さく蹴り出す。オスワルツ、縦に出します。お、ここから打ってきた、これはキャッチ。さあここで柳沢、チェキ、ガナッチ、前に追って、ボールは中央、前方へ、ザオリッチ、前へ、あっとハイボール、入れさせません。一旦ボールを下げます。曽我畑、縦に出します。ファールで止めました。大きなボール、前線へ、一旦戻す。おっとここでロングボール、カット。さあここで柳沢、あと10分です。ハト、なかなか壁を崩せない。ウロニッチ、大きくクリア、ヘッド、右、ノラ、前、激しいタックル、オスワルツ、カーレッジ、ああ寄せが足りない、うわ抜かれた、ハト、非常にタイトなります。ヘッド、パウリン、ガナッチ、縦に出します。カーレッジ、前にオフサイドには、おっと打ってきた、ヘッドで、あと5分です。あっとこれは寄せないと、服部、再び取り返す、ノラク、センターに戻します。前方へ、森島、これはファールでしょう、これはカードでしょう、これはスタンドをピリピリきますよ。頭で激しい奪い合い、ザオリッチ、カーレッジ、前へ、ヘッド、オスワルツ、ボールが激しく往来、左へパスを通します。中田英寿、前へ、中、そこだ、がしかし外れてしまった。さあインジュリータイムに入りました。ヘッドで、ザオリッチ、これは一
けない。ここは集中どころでしょう。うわー、追ってきた。キーパー反応した。ノラク、ラブとハイボール、ヘッドでクリア。サビに入って、あー、やっちゃった。これはレッドカード、一発退場。今日は厳しくマークされてます。ゴールマウスを睨みます。やめて。日本、この時間帯での失点は大きな誤算。ただいまのゴールシーンをご覧いただいております。戻って受けます。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。日本惜しくも敗れました。今日の試合を振り返ります。まずはこの画面から。この試合初めてのチャンスはスロベニア4分。これはよくしのぎました。続いてこのシーン13分。今のシーン別の角度から見てみましょう。次です。28分。ここですよね。ただいまのシーン別の角度からご覧ください。そしてこの場面です。39分。惜しいボールでしたね。ただいまのシュート別の角度から見てみましょう。ではこれはいかがでしょう。64分。ちょっと慌てたかもしれませんね。最後にここです。後半ロスタイム、おいしいゴールですね。それでは中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、内容はスコア以上に白熱した試合でしたね。なるほど。西澤、彼の今日の出来について一言いただけますか。はい、コンビネーションもまずまずだったと思います。なるほど。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。